まずは飛騨赤ぞろえの井伊直政隊、続いて勇猛さで知られる本田忠勝隊と続き、旗本の先鋒を務めた榊原康政隊、しんがりは一等酒井忠次隊が務めます。そしていよいよ大大将徳川家康公が大将の貫禄たっぷりに登場します。徳川家康公が来れば平成110年の俳優の本田の家康を生まれにしております。ルートだけじゃ、あれだ、こっち行ったやん。